産食材で簡単クッキング、藤沢ご飯。皆さんこんにちは、渡辺さとこです。菅野和樹です。今月の食材は藤沢さんのほうれん草です。ほうれん草といえば栄養価は抜群、食物繊維や鉄分も豊富に含まれていますし、貧血の予防にも効果的と言われているんですよね。はい、ここの部分に一番栄養があります。ここはつい切り落として捨ててしまいがちなんですが、余すところなく使っていきたいですよね。はい。12月の食材は藤沢さんのほうれん草を使います。ほうれん草の生産者はご覧の方々です。今回はほうれん草たっぷりの餃子を作ります。材料4人分はご覧の通りとなります。今回のメニューは菅野くんが考えてくれました。はい、ほうれん草の餃子です。餃子といえば、ニンニクやニラなどが入った餃子がポピュラーですけれども、今回は入れないんですよね。はい、匂いの気になるニンニクやニラを入れずに、代わりにほうれん草をたくさん入れて作りました。ほうれん草の根元は水でしっかり洗ってください。ほうれん草を茹でていきますが、根元の部分があるので根元からつけるんですね。はい。しんなりと茹で上がったほうれん草は氷水につけて冷やし、しっかりと水を切っておきます。さあ、続いてはほうれん草を切っていくんですが、全部切らないんですよね。はい、この辺りまでは切っていただいて、はい、ここからみじん切りしていきます。はい、葉の上の部分を残すということですね。はい、はい、生姜は皮を剥いてみじん切りに、キャベツもみじん切りにします。ほうれん草の葉の部分はキッチンペーパーで水を切っておきます。さあ、先ほどのみじん切りにしたキャベツとほうれん草ですね。はい、はい、合わせていきます。これお塩を振ってしんなりさせるんですね。はい。水分が出たらよく絞っておきます。餃子のあん作りです。はい、お肉の方に調味料を入れていくんですね。はい、はい、じゃあごま油、胡椒ですね。塩、醤油、みじん切りにした生姜を加えます。そして豚ひき肉とキャベツ、ほうれん草を混ぜ合わせます。さあ、いよいよあん包みですが、はい、これですね、先ほどのほうれん草の葉っぱ。はい、はい、これを餃子の上に乗せてからあんを包んでいきます。はい、水を切ったほうれん草の葉を皮の上に乗せ、その上にあんを乗せて包みます。ごま油を敷き、中火で焼いていきます。で、餃子がパチパチなり始めたら、水溶き片栗粉を入れて蓋をして焼き具合を見ながら焼いていきます。はい、いい音ですね。こうしてちょっと羽根は難しかったですけど焼き色はついたんじゃないですか。はい。お皿に盛り付けたら完成です。これでほうれん草の餃子の完成です。他にもいろいろな具材を入れて、みんなで楽しんで作ってみてください。とてもヘルシーな餃子です。お試しください。